さらばのこの本誰が書いとんねん。さあ、この番組は世の中の日で変わった内容の本誰が書いとんねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組でございます。はい、さあ今日はどちらからでしょう。はい、今回はですね、はい、おなじみ神保町から。おなじみ、はい、大正4年創業の琉球道書店。琉球道、年季入ってますね。ザって感じよね。天井までびっしり来ました。そっか、おお。約3万冊、あ、2階建て、2階建てで、はい、で中でも料理本関連の品揃えは神保町の随一です。随一です。漢方とか洋菓子百貨、店主さんも神保町切っての食通と言いますけど、仕入れた方を店には出さないで、はい、常連さんにだけいいの入れます。置いときたい。いやいや、ほんまかそれ。ちなみに、あの店さんの一番好きな食べ物って言ったら、神保町のマルカさんのうどんだ。あー、聞いたことある。マルカうどん一番うまいって言われてるよね、東京で。いや、ここ行ってみたいねんな、マジで。うまそうやねんな。なんでこんな急にこんなコーナーが始まったんですか。うまそうやな。店長のおすすめ。うまそうやな。もうちょっとその古本屋内のなんか紹介とかはなんかないねん。そんな古本屋にそんな情報を求めんなよ。今週の本、はい、あ、また食つながりではあるの。夜食ハンターの七転八倒日記。まあ料理人じゃ料理人ってことですか、この方もね。ご自身でとだもんね。二人はそういうので、食べ物で当たったこととか食べたこととか。ツツジの蜜めっちゃ酸っぱいとか。まあ小学生時代はね。あとか、あと食べれる草とかあったよね、なんか。酸味欲しい時食べれる草とかは。いやいやいや、それもう団地あるね。あの保育園の時とかに。俺やってきてへんね。食ってたよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夜食ハンターというのを名乗って活動させていただいております、うん、はい、竹本明。竹本さん、はい、竹本さん、はい、よろしくお願いします。何をされてるんですか、普段は。夜食ハンターです。いやいや、お仕事で聞いたことないんですよ。あーって言うと思いました。本当に身近な食材、ま、その本当に身の回りにあるような、はい、取って食べられる食材を取って食べたり、取って食べられるかわからないものを取って食べてみたりする。取って食べて分からないものは基本みんな食べないんですよ。あ、まあ、そうかもしれないですよね。ああ、分からないから食べないんですよね、はい、ああ食べてみるんですね。そうですね、まあ、食べられるんじゃないかって思ったら試してみる。いや、でもそれはググればとか出てきますやんか、これは食べれるのかどうかっていうのは。いや、やっぱりググって出てくるのは一通り試したので、はい、ググって出てこないやつも、まあ、ちょっと試してみようかなとか、自分なりの判断基準でこう。人類初みたいなことですか。そうですね、それを目指してます。それは何ですか、食べたくなるんですか。もうそのまだ見ぬこの人が食べてないものとかは食べたくなんねや。食べたくなります。まあまあややこしいですけど、それでご飯を食べてらっしゃるってことですか。そうですね、夜食ハンターとして、うん、まあ今だとその YouTube をやらせていただいて、最悪別にね、収入はなくなってもなんとか生きてはいけるってこと。そうですね、それは自信はあります。実際どうですか、東京都内で別に0円で全然生きていけるって感じなんですか。いけます。いけんねや。いけます。でもまあ調理はしますもんね。そうですね、それはするので、だから、うん、まあやっぱそのガス代とかね、うん、水道光熱費とかは稼がないといけないんですけど、そもそもこの夜食の定義はあるんですか。これは自分は、うん、まあ取ってきたものを日常の食卓に活用する行為のことを夜食と呼んでいます。ほう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 。だからまあ取って食べるとかだと、例えば釣りだったらまあ釣って食べるじゃないですか、うん、でも釣りもその釣ってきたものを、うん、例えば今日の晩ご飯使うぞとかしたら夜食だし、はいはい、だから食ったら夜食ってこと。そうです、取ってきて食べたら夜食、はい、取ってきてね、ご自身でということです、はい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 、そうですね。でずっと夜食でやってきたんですか、このその社会的には。そうですね、まあ、夜食ハンターを名乗って活動しだしてからもう10年以上、以上はやってらっしゃるけど、取って食べる行為自体はもう10歳の時から、まあまあそれはだからそれ一緒ですね、スタートはね、はい、俺は何やったら5歳ぐらいからやった。ツツジは5歳ぐらいから言ってるやないのよ。さっき10歳って言ってましたけど、はい、一番最初に手つけたのは何やったんですか。ですね、はい、川の土手に生えてる草でヤブカンゾウっていうのがあるんですけど、うん、まあ、結構美味しかった
ですね。なんでそれを行こうってなったの？そうね、僕小さい時から図鑑をめちゃくちゃ読んで育ってて、はいはい、特にその食べられる食べられないの話がすっごい好きだったんですよ、うん、10歳の時10歳の時キノコ図鑑とか4歳から読んでますし、はい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 、でその山菜図鑑の中で比較的分かりやすいのでヤブカンゾウあって、はいはいはい、でいざその近所の川歩いたら生えてて、はいはいはい、これ食べられるじゃんって思ってで持って帰って母親にうん、料理してもらって、ああじゃあそこ前向きやったよお母さんも。いやお母さんもだからあれじゃないの、うん、そのまあ言ったらお小遣いとかあげんで済むやん。こいつは、うん、もう駄菓子屋とか行かせるのもいいって。そういうことでしょう。多分図鑑さえ与えとけばどれが食べれてどれが食べれないかを分かるっていうことよね。まあまあ最初はそうかもしれんけど、うん、それが続いたらいやもうあんたやめときなさい今なるでしょ。いやそれが。うん理解のある漁師あ言われなかったです、はい、漁師もね助かってたんです食卓の一品増えるっていう、うん、逆にあのハゼマハゼって魚が、はいはいはい、あれすごい釣るの簡単なんですよ。一回調子乗って100匹ぐらい釣って帰ったら、うん、母親がさすがに怒ってもう釣るなって言われるかと思ったら自分でさばけと。おおそっちの教育なんや。そうそうか。買ってきたものは自分で料理しなさいっていう教えで、はい、で父親もなんか出刃包丁買ってくれてこうやってさばくんだって教えてくれて、それは何歳の時ですか？11歳。いや早いな。すごいな。だからもうそこで俺は多分置いてかれてる。俺まだツツジ吸ってるもん。まだ戦おうとしたまだツツジ吸ってる。そんな、うん、いやいやでまあツツジなんか高校まで吸ってたけどな。いややばいなツツジ毒なんですよ。どういうこと？あのツツジの蜜めっちゃ怖いと思う。みんな飲むじゃないですか。僕も飲んで育ったんですけど、うん、あれあのすごい危険な毒成分が少量含まれてて、子供が吸うぐらいだったら大丈夫ですけど、あれの蜂蜜にグライアノトキシンっていうその毒成分があって、でそれがあの筋肉をですね麻痺させるんですよ。で本当に立てなくなっちゃって四つん這いで歩いて、怖いはだからか俺徐々にやっぱ運動神経悪くなってたのよ。ツツジのせい。俺小学校の時一番足早かったよ。どん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 衰えてったもんほんまに。ギリギリやったってことですか？ギリギリやった。まあまあ食べれるものを図鑑で探して食べてたわけじゃないですか、はい、でどこからそのあこれいけるかなを手出し始めるんですか？ですねもうそれも完全に大人になってからなんですけど、はいはいはい、分類とかもある程度こう注目して読んでいくようになると、うん、なんでこのグループのこの魚だけ食べられてないのかなとか、うん、そう美味しくないんだとしたら、はい、美味しくない理由が知りたいみたいな、うん、でこの地域の人はこれすごい食べないんだけどなんでだろうとか、そういうそのみんなが食べてないものにこんなに興味を持つようになって、そういうのをトライしてみると、まあ、やっぱ美味しくなかったとかやっぱり理由はあるんやな。だからかってなる。それでいい毎回そうなんでも、うん、あの毒はあるんだけど、うん、この毒はこういう調理で抜けるぞとか、うん、分かってくるんですよ、うん、そしたら毒抜いたらめっちゃうまいとか。あそのパターンだから多分フグなんて多分最初そうですよね。そうなんですよ。でだんだん人が食べてないものにトライするように、うんはいえ魚だとどれがあかんとかあるんですか？その魚が食べられてないのは どういうのが美味しくないのも深海魚だと一定数いて、アンモニア臭いやつとか結構いるんですけど。何それそんなおんねや、はい、おそういうのはさすがに1回食べてあかんと思ったらもう食べない。食べんの？あの対処法は1回考えようとします。あ美味しく食べる方法、このアンモニア臭を消す、はい、方法とかこの水っぽさを消したら美味しくなるんじゃないか。それなんでアンモニア臭なんかすんの？やっぱ海でみんなおしっこするから。それが溜まってそいつに実際そうあのおしっこをしないんですよ。おしっこの成分を体内に回してでそれがあの軽いんですよね水より尿素って言って。だからあの彼ら浮き袋持ってないので尿素を浮力にして浮いてるんです。尿素を浮力にしてんだよ。でも死ぬとまた尿素がアンモニアに戻っちゃうの で臭くなる。はい相当詳しいですね。すごいね。全ジャンルいけるわけでしょ。もうその魚もそうやしキノコとかも。はい、そうですね。こんだけ長くこの番組ねもうやってるけど尿素って初めて。いやまああんだけマニアックな人出てるけど ね、うん、そもそもじゃあ食べられる食べられないの線引きは、はい、どこなんですか？基本的にはまずあの図鑑で食べられる
か食べられないかっていうのが書いてありますよね、うんはい、でその食べられるものと近い種類とか、うん、同じようなグループとか、うん、同じ毒成分が含まれてるとか、うん、そういうのだったら対処法が分かるので、うん、食べてみるみたいな食べてみて怖いなそのえ食べてみて体に異変が起こるんでしょだって、まあ、そうですね起こったら、うんまあ、例えば、うんシュウ酸カルシウムっていう毒が植物の毒があるんですけどそれあのまともにいくと口にこう剣山刺されたみたいな激痛なんですよなんですけどそれ抜く方法があるのでそれをトライしてみるどうやって抜くんですかそれはですねあのじっくり長時間加熱するっていうのとあと昔の人はいろりの肺に埋めて肺の成分とシュウ酸カルシウムを反応させて毒抜きをしてるいやー一か八かやそんな分からへんやんそうまでして食べたいかね見えないでしょ見えないし状態変化もないのであとも食べてみるしかないんですやばいは結局ってことっすねあ3回に2回は失敗してます僕もやられて口なんかそう口痛い痛いってなってもう20分ぐらいずっとこううわーってこんなのあおやそれさかボトムそれ不安にならないですか一生このままかもとかシュウ酸カルシウムだから大丈夫だろうっていうのはありますあんねある程度のそれで逆に不可逆的な内臓いっちゃうみたいな毒のやつは手出さないですよ、はいはい、あそこはさすがに、うん、一番やばかったやつは何ですか今まで経験した、うんまあ、さっき剣山みたいなのありましたけど、うん、はい毒というよりアレルギー、うんうん、あアレルギーもお持ちなんですかアレルギーそうなんですよヒザラガイっていう、はい、そのどっか海岸に行くとへばりついてるダンゴムシみたいなほうほうほうヒザラガイあれ食用にする地域あるんですけど僕あれにすごい強いアレルギー持っててで食べたらもう顔中の穴という穴が腫れ上がって塞がって呼吸困難になりかけてうわ怖っ、もう次食べたら死ぬと思いますああもう一回スズメバチみたいなもんやそのさアレルギーって調べれるじゃないですか血液検査で、はい、ヒザラガイのあれあるんすかその項目なんてなくて、うん、お医者さんに相談したら、うん、普通はカキとアサリしか調べられないって言われて貝だとね、うん、調べます、うん、って言われて、うん、じゃあお願いしますって調べたら、うん、カキもアサリも大丈夫だった、うんはい、おーおーおーやっぱこれは全然違うもんヒザラガイだけあかんねやそう、うん、あと、うん、アメフラシアメフラシ、ね、ウミウシのお化けみたいなやつ、うんうん、あれでも同じようなアレルギー出たんで、うん、これ食うてんのこれね島根県の沖の島行くとどっちも食べるんですよへえはい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 だから沖の島に行ったら良かれと思って出してくれる可能性があってでそれを食べて僕は死んでしまう可能性があるうわ気ぃつけなこれさ俺らもある可能性あるもんねこれ危ないよね言ってもあこれ危ないかもしれへんっていう時は対処法を考えた上なんでしょ強めのアレルギー薬は飲んでます飲んだ上で、はい、普段から常用はいやばいの食べる時とかは急進みたいな感じで、はい、強めのは持ってます普段はだって全食夜食じゃないわけでしょあそうですね、うん、ちゃんとしたものも食うんですかカレーとかラーメンとかそうですねお寿司とか焼肉とかいやそっちの方が美味しいでしょだってどれ一番好きな食べ物なんですか寿司ですねやめろやでもやっぱりお寿司屋さんで出ないじゃないですか出えへんよ嫌いなものはケチャップが大嫌いケチャップ、はい、ああもうそれは加工してるからってことですか、ケチャップつけると、うん、ケチャップの味になるじゃないですか、うん、まあ、マヨネーズとかそうですよね、うん、そう、うん、そういうのがダメで、あ、許されへんねやそう濃すぎんねやマヨネーズとかソースは、うん、やっぱり、うん粉もんにつけるとめちゃくちゃ美味しいじゃないですか、うん、はいはい、そう、いやいやケチャップもオムライスにかけるとめちゃくちゃ美味しい、ね、でもオムライスがなんかケチャップの味になるじゃないですか、うん、もうそういうもんやからな、いやいやオムライスってそのいや、うん、粉もんもソースの味になるじゃないですか、うん、まあそうですね、うん、なんかその辺が許されへん、ここのディベートは弱いんかいなんやだからまあやっぱりその素材そのままを食べたいっていうところが、ね、できればそうですね、うん、味はできるだけそのままがいい、うんうん